観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りします。2014年5月25日日曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターマサヤでございます。久しぶりだね、みんなね。元気？初めましての方もいると思いますけども、マサヤでございますよ。ね、沖縄へようこそ。観光で来たんですか？あ、そうなんですね。レンタカーに今乗ってるんですか？あーね、昨日今日とだいぶ晴れ間も広がり、もう梅雨が終わったのじゃないかと思わせるぐらいの暑さが日中は続いてますけども、ただね、夕方から夜にかけては心地いいこの夏の風とも言っていいのかな、ね、風を受けて非常に過ごしやすい時期となっております。本日5月25日沖縄県へようこそ。沖縄県41の市町村がありますけども、その中にここ読谷村もございます。今年1月1日をもちまして、読谷村なんと日本一人口の多い村となりました。日本一人口の多い村ですよね。人口が日本一多い村読谷村の魅力に惹かれて人が集まってくる村ね。日本一人口の多い村読谷村とはどういうところなのか、皆さん知りたくありませんか？この番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんにここ読谷村の良さを全部をがっつりお届けする番組でございますよ。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にお届けしていきますので、このラジオの番組、はい、観光情報番組読谷ラジオからの情報をもとに皆さんが読谷に足を運んでいただけたら幸いでございます。さあ、この後の番組の流れをご紹介しましょう。この後スカッと爽快、この時期にぴったりなレゲエナンバーのドライビングを、ドライビングナンバーをおかけして、その後皆様に天気、情報をお伝えします。そして CM を挟みまして、 CM 宛てコーナー、読谷何でも調査団というコーナーをお届けしますけども、もうやっぱりね、夏に向かっているということで体力をつけないといけない、夏バテ防止には沖縄の、この元気が出る食材を使った料理を食べて今から来る夏を乗り切っていただきたいということでね、まあ、いろいろな、食材があるんですけども、読谷村で食べれる美味しいお食事どころの、取材を私やってきたので、CM あって読谷なんでも調査団で、ね、美味しいお話を皆様にお届けしようと思っておりますよ。その他、読谷村で行われるイベントの情報、この番組でしか聞けない情報を盛りだくさんでお届けしていきますので、ね、最後まで聞かないとね、損しますよ。そして本当にこの番組を聞いて読谷村に来ないと損します。読谷村来ないと損、この言葉をキャッチフレーズに皆さんどうぞ10時までのお付き合いよろしくお願いします。本日のナビゲーターマサヤでございます。
ねえねえ、この番組って何？これはね、観光情報番組、読谷ラジオさ。読みラジ？そう、読みラジ、踊りなさい、聞きなさい。観光情報番組、読谷ラジオをお送りしておりますよ。さあ、時刻が9時6分になりました。はい。今どちらで聞かれてるんですか、皆さん。車の中、職場、ご自宅、ね、様々だと思いますけども、地元の方でも、ね、読谷村に、来る、ドライブに来る方という人は多分多いと思いますよ。うん。まあ、読谷村24の自治会がある、まあ、村になってます。広いです。村内、本当にこの24の自治会の中に魅力が一つ一つあり、また個性もあり、ね、どこに行っても楽しめる場所があるということで、もう本当にこの1時間はがっつり読谷村の情報を皆様にお届けしていきますので、もし、なんか読谷村のことで知りたいなという、もう些細なことでも構いませんので、なんか質問疑問があればメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスが fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字となっております。 fm786@fmyomitan.co.jp までお寄せくださいね。すべて小文字ですよ。本当に何でもいいです。もう読谷村に関することはすべて私答えますので、はい、皆さんぜひね、メッセージもお待ちしておりますよ。リスナープレゼントも、はい、ありますので聞いてくださいよ。今は言わないよ。今は言わない、うん、今言ったらラジオ聞かないでしょいつ言うかわからないからちゃんと聞いててくださいね。よろしくお願いします。さあ、時刻が9時7分になっております。本日のドライビングナンバー。まあ、この、昨日、今日と、まあ、明日もそうなんですけども、スカッと、晴れ渡った、もう夏を、もう感じさせる季節になってます。そして、この太陽の暑さもね、最高ですね。私にとってはもう夏が待ち遠しかった私にとっては、最高な時期になっているということで、この曲、本日のドライビングナンバーに決めました。アスワード、シャイン。
本日の、ドライビングナンバーね、もう夏に向かっている沖縄、こういう季節にぴったりな曲をおかけしました。アスワドシャインでした。観光情報番組読谷ラジオ、時刻が9時12分になっております。さあ皆様に天気予報をお伝えしましょうね。まずは外況からです。沖縄本島地方と大東島地方は高気圧に覆われて晴れています。25日、大東島地方では引き続き晴れるでしょう。沖縄地方では南からの湿った空気の影響で次第に雲が広がり、一時雨の降るところがあるでしょう。明日26日、沖縄本島地方や薩摩諸島では南からの湿った空気の影響により曇りで一時雨の降るところがあるでしょう。本日沖縄地方の沿岸の海域では波が高く、大東島地方ではうねりを伴うでしょうと概況が出ております。続いて天気予報です。本日25日、日曜日、最高晴れでございます。南東の風はじめやや強く晴れ、昼前から曇り、波の高さは2メートルのち 1.5 メートル。本日の日中の最高気温、ビビびっくり28度で、本日の降水確率 10% から 30% となっております。今日も晴れます、沖縄県ね。寄ってごらんよ読谷村、はいでございますよ。皆さんぜひね、気持ちのいいドライブをしながら、読谷村には楽しめる施設もあり、自然を感じられる場所もたくさんありますよ。はい、今このラジオを聞きながら、どうせね、あなた美ら海水族館に今向かってんの、もしかして行く前に読谷村があるので、ぜひ読谷村に寄ってみてください。行った後でもいいですよね。それはもうあなたに任せますので、よろしくお願いしますよ。さあ CM を挟みまして、コーナー読谷何でも調査団お届けしますけども、夏に向かって体力をつけようということで、皆様に体力がつく美味しいレストランのご紹介をこの後 CM 当て読谷何でも調査団でお届けしていきます。最後まで聞いてくださいね、よろしくお願いします。読谷戦隊あやみレンジャー、まさこレンジャー、読谷の観光を案内しちゃうわよ。案内するわよ。
みんな観光情報番組読みたんラジオ聞くのよ。みんな聞くのよ。読みたん、なんでも調査団。読みたん、なんでも調査団、お届けしていきますよ。何が聞けるのかな、ワクワクですね。さあ、時刻が9時17分になっております。どこにでもあるでもそこにしかない、読みたんラジオから始まる発見と触れ合い。聞いてよかった、ラジオ聞いててよかったっていうね、コーナーでございます。朝ごはん食べてないわけさ、私お腹すいたね。多分このラジオ聞いてる人でも同じね、症状症状というのこれね、お腹すいたよって人もいると思います。お昼ご飯どうします、皆さん。はあ、どうする、どうする。とても体力をつけるにはふさわしいというか、はい、レストランをご紹介していこうと思っておりますよ。南部から北部に向かう、国道58号線をですね、南部から、北部に向かう途中に読谷村ございますけども、その58号線沿いにですよ、読谷村、大型ビジョン設置してあります。大湾交差点という場所に大型ビジョンを設置してあるので、あ、この大型ビジョンがあるというふうに確認してもらえたら、ここから読谷村スタートと思っていいです。むむ。ということで、この大型ビジョンを目印にやってくると、読谷村がまあスタートということなんですけど、そこからまた、だいたいどれぐらいだろうな、3キロぐらいかな、そのまま58号線を進んでいくと、今度は大きな豚と大きな牛のオブジェが見えてくると思います。はい、そこが沖縄ハム総合食品株式会社でございます。地元の人は沖ハムという名前で、はい、呼んでますけども、その沖ハムさんの敷地内になんとレストランすっぽん館があります。すっぽん館ね、レストランすっぽん館ということで、はい、皆さんここで食べれるすっぽんとか、子供に嬉しいハンバーグとか、いろいろあるということで、実際に私が喋るのではなくて、その店員さん、スタッフの石川さんという方がいるんですけども、石川さんからお話を聞いてきたので、こちらお聞きください。本日私は沖縄ハム総合食品株式会社にお邪魔しておりますけれども、その沖ハムさんの敷地内に沖縄黒糖レストランすっぽん館がございます。その沖縄黒糖レストランすっぽん館担当のこの方からいろいろお話を聞いていこうと思っております。自己紹介お願いします。はい、こんにちは。沖縄黒糖レストランすっぽん館、石川と申します。よろしくお願いいたします。はい、石川さん、よろしくお願いします。今回、すっぽん館ということで、なんか名前を聞くだけでも元気が出そうな、ね、レストランという感じがしますけども、主にこの名前、字のごとくすっぽん館、すっぽん料理を出されているということでよろしいですか。そうですね、名前からして分かるようにですね、はい、このすっぽんをメインにした料理となっておりますね。ちなみにどういうメニューがございますか。すっぽん鍋、あとすっぽんのそば、すっぽん汁定食となっております。以前私すっぽんそばいただいたことがあるんですけども、なんかすっぽんって聞くと高級なものというイメージが非常に強くあったわけなんですけども、非常にお手頃価格となってまして、すっぽんそば、豚軟骨入りがなんと800円で食べれる、でしかもすっぽん鍋1人前3300円というふうに出てますけども、これいいんですか、この値段。そうです、やっぱね、すっぽんってイメージからするとすごく、ね、うん、高価なイメージがあると思うんですけれども、ね、はい、なぜかというと、ここで養殖をしてるんです、すっぽんの方を。あ、
このお杉山さんの敷地内で養殖、はいはい、敷地内で養殖をしているので、そのためですね、格安でですね提供しております。どうですか、このレストランをオープンしてからのお客様の反応というのは。そうです、たくさんのお客様来ていただいているんですけれども、はい、やっぱりねすっぽんといえばコラーゲンということで、特にね女性の方が多いんですけれども、はいはいはいね、私もよく食べてるんですけれども、はい、結構ねすぐ実感します。というとね、朝、はい、食べるともうお肌スルスル、ツルツル、プリプリに、プリプリもう化粧の塗りがすごくいいんですよ。へえ、はい、そんなに変わるものなんですか。変わります。はでこれをまた食べて、まあ、お肌にもいいということで、はい、男性もこの需要競争に非常に良さそうな感じがしますけども。そうですね、疲れてる方のすごくいいということでですね、うん、疲れ直しのもいいこといいということで、ね、需要競争にもありますので ね、しかも値段がしかも安い。はい、これ非常にいいですね。安いですよね、うん、もう私もびっくりしました。はい、従業員の石川さんも、はい、私も、はい、結構食べてます。私これ、まあ、実際に、まあ、このオキアムさんの敷地内で養殖をしてるからこの値段で出せるということなんですけども、オープン時間、定休日というのも教えていただいてよろしいですか。こちらも年中無休となっておりまして、はいはいはい、午前11時より、うん、午後の10時までで、ラストオーダーが9時になっておりますけれども、はいはい、10時までやっております。夜遅くまでやってるんですね、はい、そうですね。はい、まあ、このすっぽん鍋1人前3300円の他にもすっぽんそば、とんなんこつ入りが800円、すっぽん汁の定食、こちらもとんなんこつ入りで1750円、はい、非常にお安く、食べれるメニューがございますけれども、沖縄発すっぽんを完全衛生管理のもとで養殖、お手頃な価格でお楽しみいただけます。石川さん、このすっぽん料理以外にもこのレストランでメニュー出されてるんですよね。そうですね、ファミリーメニューといたしましてですね、もうご家族でも来ていただきたいので、はい、とんかつ定食850円、850円、はいはい、すごくボリュームがすごく、ね、大きいんですよ、はいはいはい、でハンバーグ定食が700円、でお子様ランチが700円となっておりますね、はい。やはりオキアムさんといったら豚、そして牛というもの、ね、イメージあるわけなんですけども、そういうオキアムさんが出されるハンバーグ、とんかつ、非常に私もおすすめだと思いますけども、最後にじゃあこのラジオを聞いている人に石川さんから一言お願いします。はい、ですね、こちらの方ですね、すっぽん定食の方がですね、はい、いろいろすっぽんの方がメインになっておりますけれども、うん、皆さんに来ていただきたいと思います。ご家族、お友達ですね、お誘い合わせの上にですね、ぜひお越しください。お待ちしております、はい、というわけで、沖縄ハム総合食品株式会社内にあるですね、沖縄黒糖レストランすっぽん館から石川さん、インタビュー受けていただきました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。お腹すいたね。もうこの音源を聞きながら私お腹がグーグーなってましたけども、すっぽんってやっぱり皆さん高価なものでね、イメージする方がほとんどだと思いますけども、オキアムさんの敷地内で養殖をしているということで、非常に、お手頃な価格で、このすっぽん料理が食べれます。すっぽんそばね、沖縄に来たら沖縄そばをね、皆さん召し上がる方も多いと思いますけども、この沖縄そばにすっぽんを使った、すっぽんそばというものがなんと800円、その他にもですね、すっぽん鍋1人前3300円、子供に嬉しいとんかつ定食850円、ハンバーグ定食が700円、その他にもたくさんのメニューがある、すっぽん館でございますよ。オープン時間が、午前11時から夜の10時までとなっております。国道58号線那覇から北上していただくと、もうずっと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 まっすぐ行っていただくと、豚と牛の大きなオブジェが見えてきます。それが見えてきたらオキハムさんでございますのでね、この建物も58号線にありまして、大きくレストランすっぽん館と出ておりますので、すぐにわかると思いますよ。これ食べないと損ですよ。需要競争にもよく、女性の方はお肌プルプル、お母さんお母さんお母さん、お肌プルプルってよ、あの時を思い出してください。お母さん
ね、プルプルになりましょう。はい。若い人でもね、これを食べて、あ、お肌プルプル、さらに維持をできること間違いなしだと思いますので、はい。皆さんぜひ、すっぽん館、行ってみてくださいね。詳しいことは電話番号 098-989-4828。レストランすっぽん館 098-989-4828 となっております。あー、畑も疲れるからちょっと休憩しようかな。おり、なんでこれは。 Hello? はい、はい。 Hello, excuse me? はい。 Can I ask you something? あ、いやな、おじさん英語わからんけど。I'm from United States. And なんで I heard that
Yomitan Village is あー、もう、意味くじわからん、お前。Really good place. え、待って。観光情報番組っていうのを聞いたらいいよ。わかった。What you gonna do? What you gonna do? I don't know how to say. Okay. What you gonna do? I can understand you. あー、なるほど。観光情報番組、Yomitan ですよってば。わかった。I don't know. That's a thing.観光情報番組読谷ラジオをお送りしております。時刻が9時33分になったところですね。お腹すいたね、本当に。はあ、自分でなんか食の情報を伝えておきながらお腹が空いてるというね。で、先ほどの、まあ、オティアムさんの敷地内にあるレストランすっぽん館もおすすめなんですけども、ちょっとね、あー、そこに行くにはちょっと時間がないなという方、もう一つのおすすめどころの店舗紹介したいと思いますよ。こちらってもうかわいい。こちらはですね、国道58号線、沿いにイラミナという看板が見えてきたら、そちらを曲がっていただくと県道6号線になります。県道6号線沿いには、沖縄県立読谷高等学校もある通りとなってますけども、この読谷高校がある通りを、どれぐらいかな、あれは500メートルあるかな、4、500メートルぐらい進む、あ、え4、500、あ、ぐらいか、あ、そうだよそうだよ、え、そうだって、あ、そうだよ、4、500メートルぐらい進むと、まあ、読谷高校からね、ハリウンという、はい、まあ、お魚、まあ、海の幸がいただける、まあ、居酒屋と言いますでしょうか。ハリウンという場所がありますけども、ハリウンで、なんと、美味しい、お食事ができるんですよ、皆さん。でね、1日5食限定のチラシ丼セットというものがあるんですけども、もう海の幸、例えばね、マグロ、鮭、イカ、卵、イクラ、キュウリ、もう何でも、これを丼に入れたチラシ丼セットというものが1日5食限定で食べれるんですけども、5食限定よ。聞いてびっくり。今もう 8% になったじゃない。だけど500円税込みで食べれます。あのさ、もうたかが知れてると思ってる人、ちょっとマジで食べてみて。これでもかってくらいご飯入ってるわけ。手抜きは絶対してない、絶対美味しい。これ食べてみて。その他にもハリウン特製海ぶどう丼セット、海ぶどうも高いさね、ヤシが。だけどここは1280円。その他にも、炙り軟骨ソーキ丼セットが790円。あとね、これうまいのが県産マグロ漬け丼セットっていうのがあるんですけども、これがまたこの漬け具合のこのタレがもう微妙にね、なんだろう、さらに食欲をかきたててくれる美味しさになってる
わけでございます。で、どちらも、もずく酢とか、もずくの和え物がついてたり、あ、もう喋りながら生つば出るね。あとはね、この今湯、この新鮮な魚、海鮮丼セットというものもあり、その他にも沖縄そばセットというのもあるんですけども、非常にリーズナブルで、はい、お食事ができる。ハリウン、こちらランチもやってますので、ランチにやってるのが1日5食限定のチラシ丼セット。ぜひ食べてください。もうこれね、まだ間に合います。このランチの時間が11時から、この後ね、11時から2時までと、午後2時までとなっておりますので、この5食限定の、丼を食べるために、チラシ丼セット、5食限定の500円で食べれる、チラシ丼セットを食べるために、朝早くから、もう11時オープン前から、並んでる人もいるというぐらいの美味しいこのチラシ丼セットもございます。その他にも俺さ、日本そばって初めて食べた、ハリウンで。日本そばって美味しいね。うちなんちゅだから、沖縄の人だから、沖縄そばしか食べたことなかったわけ。地元の人でも、私沖縄そば食べた、沖縄そばな、日本そばしか、日本そば食べたことないなという方、日本そばセットというのもハリウンにありますので、しかも安めで、はい、設定して用意してますので、ハリウン、皆さんぜひ行ってみてください。ハリウン、ひらがなでハリウンでございますよ。ハリウン、お問い合わせ、電話番号が 098-989-5062。098-989-5062 となっております。お腹すいた。そして、もう一つ。このハリウンから、またさらに奥の方に進んでいくと、300メートル?うん。ぐらいかな。300メートル、400メートルぐらいまた進んでいくと、米軍基地、トリーステーションが見えてきます。はい。米軍基地、フェンス越しに、もうこの基地があるのですぐにわかると思います。はい。米軍基地があるんですけども、その米軍基地の向かいに、ロイヤルホテルレストランがあります。で、このロイヤル、ホテル&レストランなんですけども、こちらでもね、非常に美味しいお食事ができますよ。はい。もう話しながらもすごくお腹が空いてきたんですけども、まあもちろんランチもそうなんですけども、またこの夜の食事、ディナータイムメニューも、パワーアップしたロイヤルレストランでございます。まあ昼間はまあどちらかのレストランに行き、夜にまたこのロイヤルレストランをご利用するというのもおすすめですよ。和洋中すべて、揃った料理があり、そしてまた飲み物も充実、ね、十分に楽しめる、ディナーとなっておりますよ。例えばね、まあ、妥協は絶対しないロイヤルレストランですから、この、お米に関しても非常にこだわりを持っております。栃木県産コシヒカリを使用したご飯ということで、そのご飯と一緒に食べる、私個人的におすすめなのが牛タン焼きネギ塩だれ。あー、美味しそう。牛タン焼きネギ塩だれ、もう2回も言っちゃいますけども、こういったメニューもありますし、やはりこの読谷も富谷漁港という漁港があり、そちらでね、毎日漁師さんが新鮮な海の幸をね、持ってくるわけなんですよ。その海の幸を美味しくいただけるお刺身盛り合わせ、なんと1000円を切って980円。はぁ、その他にもね、白身魚のタルタル南蛮とか、ホッケいいっすね、お父さん。
さてのお供にいいんじゃないでしょうか、掘って。ね。こういう、料理もあります。そして、この、今日は？そうかそうか。普通に、まあ、オープンする、このランチタイム、そしてディナータイムあるロイヤルレストランでございますので、皆さんぜひ、足を運ばれていただきたいと思いますよ。また、このレストランの上、ホテルの上、またこの、屋上、ビアガーデンもね、できる場所となっておりますので、またここから見るこの夜景が非常に素敵。沖縄の夜景というものはどういうものなのか、ぜひこの場所に行ってあなた目撃者になっていただきたいというふうに思いますよ。ロイヤルホテル&レストラン、お問い合わせ先 098-956-3321 098-956-3321 となっておりますよ。お腹が空いてきた。さあ、その、ロイヤルグループの、レストランが残波岬手前にあります。残波岬、沖縄県読谷村の観光名所の一つ残波岬という場所がありますけども、この残波岬手前に残波岬憩いの広場公園がございます。この残波岬憩いの広場公園内にレストランティーダサンサンというレストランがありますけども、このティーダサンサンでね、食べれるまた食事というのも非常にアメリカンな食事から沖縄の料理まで非常に幅広いレストランとなっております。そのレストランティーダサンサンで食べれる、またここでしか食べれないもの、皆さんタコライス聞いたことありますか？沖縄のね、まあ沖縄の本当にもうこれ料理と言っていいタコライス、このタコライスをアレンジした生かしたタコライスというのがレストランティーダサンサンで食べれますよ。はい。ロイヤルの、ロイヤルレストランでも食べれる、タコライスとなってますけども、ティーダサンサンでまた食べるこの食事というのは、向かいの方にはこのサンセットが広がってますので、海を眺めながら食べる生かしたタコライス、どういうものなのか、ぜひあなたがぜひ足を運んで食べていただきたいというふうに思いますよ。もうお腹が空いた。本当にこの情報を皆様にお伝えしている私マサヤはお腹グーグーなっておりますので、皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。Hey, excuse me.
はい、あ、はい、はい。あ、私、日本に来て、ままならない外人です。あんたでも外人見えないね、あんまりね。No, no, no way, no way. ヨミタンのおすすめな場所を、教えてくれ。ラジオがいいよ。観光情報番組、ヨミタンラジオっていうのがあるわけさ。ヌヤガ、あ、ヌヤガなの。あんた本当、これ何ですか？あんた本当ヨミタン中でしょ。No, no way, no way.観光情報番組読谷ラジオをお送りしています。お腹すいた。リスナープレゼントの発表てってて。先ほど沖縄ハムさんのレストランすっぽん館のお話をしたんですけども、すっぽん館以外にもいろんな商品を発売してる沖ハムさん、その沖ハムさんからリスナープレゼント、パパイヤの力、こちらを、3本1セットにした商品を2名にプレゼントしますよ。パパヤの力、パパイヤの力でございます。こちらね、お父さん、お酒を飲まれる前にまずはこのパパヤの力をグビッと飲む。そうすることで酒に負けないというね、まあ、あなたが気をつければいいだけの話なんだけど、やっぱりお付き合いというのはね、男だから仕方がない時もあるんだよみたいな感じであると思いますけども、こういうお父さんね、パパイヤの力ぜひもらって活力にしませんか。女性の方でも、非常におすすめとなっておりますよ。あの疲れてる時、溜まった疲れを取り除きたいなという時にも非常におすすめとなっております。これね、オルニチンというですね、この細胞、この体の中を循環するアミノ酸の一種、こちらを活発に、活動させるということで、このパパヤの力の中に含まれているそうです。で、肝臓機能改善による疲労回復が期待される商品となっております。最寄りのコンビニエンスストアでも販売されているパパイヤの力、こちら沖縄ハムさんが出している商品となっておりますけれども、こちら3本を1セットにした商品をなんと2名にプレゼントいたします。欲しいよという方は FM 読谷に今電話してください。電話番号が 098-958-7860 098-958-7860、もう一丁 098-958-7860 となっております。個人的にも非常に欲しい自分が欲しい、本当に。はい、3本を1セットにした商品パパイヤの力、こちらを2名にプレゼントいたしますので、皆さんぜひ電話してください、ね、さあ、こういう商品もプレゼントしつつ、お腹が空いてきたということで、まあやっぱりお腹が空いてきたらね、あとはまあちょっとした運動をしないといけないですよ皆さん。はい、食べるばっかりがね、健康維持ではありませんということで、もう今週ですね、水曜日にチャレンジデーというものが読谷村で、まあ読谷村でというか、まあ世界で行われるんですけども、このチャレンジデーに読谷村参加します。チャレンジデーとは何ですかと思ってる、方いると思います。チャレンジデーとは、毎年5月の最終水曜日に世界中で実施されている住民参加型のスポーツイベントとなっております。世界でだよ、ワールドで、ワールド。この日、人口規模がほぼ同じ自治体同士が、日付が変わった午前0時からその日の夜9時までの間にたった15分以上ね、継続して何らかの運動やスポーツをした住民の参加率を競い合うのがチャレンジデーとなっております。今あの観光で沖縄にいらしてる方、水曜日まで沖縄にいるよ、その時読谷村に来るよという方、あなたも
そのチャレンジデーの対象者となるわけでございますよ。読谷村に来るんであれば、ね、ただ歩き歩きをしただけで、15分以上歩きをしただけで、あなたもこのチャレンジデーに参加したということに見なされるので。はい。で、この参加したよという方は、この応募用紙というものがありますので、この応募用紙に、お名前と参加した人数と、ね、どういうものをしたのかという項目を書いて、役場の窓口に提出する。で、各コンビニエンスストアにもこの、回収ボックスを置いてますので、コンビニにね、この用紙を記入してパッと載せるだけでも、はい、参加したというね、あなたこう旅の思い出でいいんじゃない？読谷村に来てチャレンジデーに参加したっていうね、観光名所もいいけど、この日しか行われないものに参加したといういい思い出になるじゃないですか。家族と一緒にチャレンジで参加してみましょう。読谷村の、もうキャラクター、読谷も一緒にチャレンジデーに参加しますので、みんなで15分以上体を動かして、日本一健康で元気な村を全国に PR していきましょう。ということで、チャレンジデーのご紹介でございましたよ。いやさあさあ、君女子に朝が来て、戸口の浜に日が沈む、残波岬で恋をして。ねえ、この曲が聞こえてきたら読谷ラジオはエンディングを迎えますよ。読谷村、日本一人口の多い村となっております。人口が一番になるということは、人の愛も一番になるということ。読谷ラブが愛が一番キャンペーンやってます。どういうことか、あなたがぜひ読谷村に足を運んで感じていただきたいと思います。読谷のね、まあ沖縄の人はそうなんですけども、特に読谷の人はその温かいね、畑、サトウキビ畑で、作業してる、農業をされてる方に、おじさん、ラジオでしたくない人って読谷村聞いたんだけどって言ったら、いい、やんどって、そうだよって言うと思います。サトウキビくださいって言ったら、いい、食べていきなさいって言うかもしれません。はい。人によりますけどもね。自宅に話をするのもいいのかなと思いますよ。パンフレットに載ってないこと。って人の触れ合いも旅の醍醐味なんじゃないかなと私思っておりますよ。晴れ間が広がっている沖縄県ね、もう梅雨の中休みなのか、それとも梅雨が明けたのか定かではございませんけども、今からやってくるこの夏に向かって体力をつけるべく、読谷村の美味しいお食事どころを紹介していきました。皆さんぜひ参考にして沖縄の旅を楽しんで、そして読谷村でお待ちしております。また明日もこの時間にお会いしましょうね。ナビゲーターは私、マサヤでした。安全運転で読谷村でお待ちしてます。